冒頭、私から大学入試英語成績提供システムにかかる今後の方針についてをご報告をさせていただきます。私は就任以来、試験を受ける高校生のことを一番に思いながら、英語民間試験活用のための大学入試英語成績提供システムの在り方について、これまでの進捗状況を冷静に分析しつつ、多くの方々の意見を伺いながら、慎重に検討を行ってまいりました。こうした中、先日は私の不用意な発言で、高校生はじめとする皆様に大変なご迷惑をおかけをしましたが、この間もさらに多くの方々からご意見をいただくこととなり、より一層現状の課題を浮き彫りにすることができました。文部科学省としては、大学入試センターを通じてということもあり、民間試験団体との連携調整が十分でなく、各大学の活用内容、民間試験の詳細事項等の情報提供不足等、準備の遅れにつながることとなりました。ここまで準備を進めていただいた試験団体の皆様にもご迷惑をおかけをすることになりました。大学入試英語成績提供システムは、現時点において経済的な状況や居住している地域にかかわらず、等しく安心して試験を受けられるような配慮など、文部科学大臣として自信を持って受験生の皆さんにお勧めできるシステムにはなっていないと判断せざるを得ません。これ以上、決断の時期を遅らせることは、混乱を一層大きくしかねないため、ここに来年度からの導入を見送り、延期することを決断をいたしました。私の耳には、これまで頑張って英語の勉強をしてきた高校生の声も届いていますし、皆様にはご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ない気持ちです。最後に私から言わなければならないことがあります。それは今後の話です。子どもたちに英語4技能を身につけさせることは、これからのグローバル社会に必ず必要です。それを入試でどのように評価していくのか、できるだけ公平で、アクセスしやすい仕組みはどのようなものなのか、新しい学習指導要領で初めて実施をする、令和6年度に実施される大学入試に向けて、私のもとに検討会議を作って、今後1年を目途に検討し、結論を出したいと思います。また、多面的総合的に学力を評価しようとする、校内接続改革を引き続き着実に進めてまいります。令和2年度から開始する大学入学共通テストの記述式問題の導入など、大学入試改革については、円滑な実施に向けて万全を期してまいりたいと思います。今回の件について、受験生をはじめとした高校生、保護者の皆さんに対する私の気持ちをメッセージとしてお伝えをしたいと思いますので、朗読をお許してください。文部科学大臣の萩生田光一です。皆様に令和2年度の大学入試における民間英語試験活用のため、大学入学英語成績提供システムの導入を見送ることをお伝えをします。大学入試における英語民間試験に向けて、今日まで熱心に勉強に取り組んでいる高校生も多いと思います。今回の決定でそうした皆様との約束を果たせなくなってしまったことを大変申し訳なく思っております。英語民間試験を予定通り実施するかどうかに関しては、高校生をはじめ、多くの皆様から賛成、反対、さまざまな意見をいただいてきました。私としては目標の大学に向けて、英語試験の勉強を重ねている高校生の姿を思い浮かべながら、当初の予定通りのスケジュールで試験を実施するために連日取り組んでまいりました。しかし、大変残念ですが、英語教育充実のために導入を予定してきた英語民間試験を経済的な状況や居住している地域にかかわらず、等しく安心して受けられるようにするためには、さらなる時間が必要だと判断するに至りました。大学入試における新たな英語試験については、新学習指導要領が適用される令和6年度に実施する試験から導入することとし、今後1年を目途に検討し、結論を出すこととします。皆様が安心して受験に臨むことができる仕組みを構築していくことを改めてお約束を申し上げます。今回、文部科学省としてシステムの導入見送りを決めましたが、高校生にとって読む、聞く、話す、書くといった英語4技能をバランスよく身につけ、伸ばすことが大切なことは変わりありません。
グローバル化が進展する中で、英語によるコミュニケーション能力を身につけることは大変重要なことです。皆様にもこれからも日々の授業を大切にするとともに、それぞれの目標に向かって努力を積み重ねていただきたいと思います。